ルーキーイヤーであの完封ですよ、日本シリーズ。そうそうそう、もっと言って。すごいこと、すごいことなんですよ。アンダースローガーって言われたんですよ。キャンプの時に。ちなみに誰だったの？それは言えない。それは言えないでしょ。はい、皆さんこんにちは。高橋久典です。OK。やっとできて。嬉しいね。そうですね、生久典さんをね。いやいや、まあまあ見てたけど、ね、そうですね、前は見てましたけどね。はい、ということで、はい、はい、そんな今日はですね、はい、早速ゲストを呼んでおりまして、よいしょ、これ今日はですね、巨人時代の久典さんとチームメイトだった75年生まれの同級生、 NPB、MLB でも活躍されました岡島秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡島、本当ありがとう。いや、これだから。いや、なんかあの岡島と久しぶりだよね。うん、どうこうやってなんかちゃんと話すのもめっちゃ久しぶりだよ ね。メジャーの時に俺がロッキーズのマイナーで、岡島がアスレチックスのマイナーか。で、試合する時に岡島がいて、ちょっとなんかホッとして、ブルペンがちょうど横だったから。横だったね。ね、ずーっと岡島と喋ってて、で、もうゲーム終わっちゃうんじゃねえかってぐらい。ずっと二人でこうやって並んで立って試合見ながら、で、まあ岡島投げそうだったから投げる時こうキャッチボールとかして、まあ3年生だからずっと喋ってたね、なんかね、喋ってたね、あとメジャーの時はエンジェルスの時ね、うん、あ、そうだね、僕がボスレッドソックスの時もこういろいろ喋ってたね。あそこの球場って近いんですよ、ブルペンが、それでブルペンでね、いろいろ話しててっていうのがありましたけど、ね、あったあった。そう、岡島でもあのレッドソックスでね、それこそ優勝してね、オールスターにも選ばれてる人だからね、いいんだよな。すごくない？すげえことなのよ。いや、すごくない？俺らからしたら、いやいや、だってしかもね、セットアッパーで選ばれる人ってあんまいないのね、うんうんうん、で、あそこで選ばれるって相当だから、すげえことだなっていう、なんか改めてね思っちゃうね。いや、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に素晴らしいな。そんな岡島さんも久典さんのために今日、うん、いや、本当そうですね。いや、本当に、ね、はい、嬉しいよね。なんで？いやいやいや、やっぱり久典君の YouTube ということで、やっぱりあの出ないとダメだなという。いや、嬉しいこと言うな。同級生ですし、嬉しいことで。75年生まれの同級生ということで、当時から結構意識とかあったんですか？僕は最初に僕高校生で入ってるんで、後にね、あの上原君も入ったし、うん、久典君も入ってきたんですけども、でも同級生だからってあんまり意識は僕ないんですよね、うん、あのタイプがやっぱ違ってたので、うん、左なんですけども、やっぱ先発型、僕はもうその時はリリーフやったので、やっぱり逆にリリーフだったら嫌だなって思いますよね、同じタイプなので、うん、でも先発でやられてるっていうことだったので、そこはあの逆にあのまあ、お互い頑張ろうっていう意識はありますけど、うん、そうだね、まあ、入った時にもうおかしいはもうそれなりのチームにいたから、俺なんか別にそんな相手してもらえないだろうななんていう感じだったの。だからルーキーの時にもう入った時におかしい、何年、6年目かな、そうだね、俺2002年がルーキーだから、はい、そうですね、6年とかでしょ、全然なんか、あ、やっぱ俺テレビで見てたからおかしいのことね、岡島だよってその時は思ってたね、やっぱり。だけどね、それはまあね、その時は岡島もうリリーフ で俺もう先発だったから、あ、まあ左ピッチャーだけどいろいろこうね、あの教えてもらいながらやろうかなっていう、まあそういうなんか仕立ての俺は。いやいやいや、いや、でもあの2000年の僕は僕も見てるんですけど、日本シリーズがやっぱりね、インパクトがやっぱありましたね。二人ともね、同時期にね。そうだね。小川さんってその時、あのクローザー、槙原さんがクローザーだったんだけど、小川さん結局ね、はい、槙原さん最後結局クローザーやって、あの締めるっていう。あれはでも、いいあのシリーズだったなっていうのは、俺、あれがルーキーイヤーだったのね。それこそ2000年で、OM でやったから、あのファンの人も多いし、報道陣も多かった。すごかったです。もうこれぐらい。うん、いや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 ちょっと少ない、少ない、うん、ちょっと少ない。ルーキーイヤーであの完封ですよ、日本シリーズ。おかしい、もっと言って。すごいわ、すごいことなんですよ。で、そのやっぱりあの3試合やって2試合空いて、その後そのもう本当にあの移動日なしで東京ドームに行ったんですけど、うんうん、その福岡ドームのその第5戦ですよ ね、 そうだね、第5戦でやっぱり僕らのそのリリーフとしたら最後まで投げてくれれば休みじゃないですか、僕ら、うん、それがやっぱり一番大きかったですね。前の日に僕あの結構2イニング以上投げてるんですよ、うんうんうん、
でもそこで久内くんが抑えてくれたっていうのが大きかったですね、いや嬉しいね。今散々褒められてますから、どこがすごいですか、逆に僕がすごくない、ね、僕がすごくない、ね、やっぱタフすごい、タフはそうです、タフでしたね。でね、やっぱり何方もね、こうやって見ないで、はい、やる東京本だし、そう、そう、ね、それがまあ岡地の一種の、まあ、何特徴みたいな、ね、めちゃくちゃタフだよ。だって岡地900試合ぐらい投げてるでしょ。いや800、はい、ごめん800か、800試合投げてんだよ。で、まあ、日米もちろん投手だし、まあね、アメリカなんか特にレッドソックスなんてすごい過酷なとこにもいるのね、やっぱ地域 ね、移動もそうだし、はい、じゃあヤンキースだったりさ、レイズだったりっていうところのブロックじゃない地域にいるから、まあこれね、ちょっとしたことじゃできないぐらい、まあ、精神的にも強いし、タフだし、なおかつ投げ方がおかしいっていうね。いや、おかしいかもしれないでも痛めそうですよね、あの投げ方。痛めそうじゃないですか。痛めたことないんですよ。あ、ないよ。でも手術もしたことないし。あ、そうかそうか。だから逆に僕はあの投げ方じゃないと痛んでたと思うんですね。若い時は怪我はしてましたけども、やっぱそれは体ができてないんで、怪我はね、なってると思うんですけど、僕の中では理にかなっている、体には負担かからない投げ方だったんですよね、僕の中では。そうだね。結構直されそうだったんじゃないですか。直されかけましたよ、1年終わってから。それはどうやって跳ねのけたんですか。直しなさいっていう人と直さなくていいっていう二手に分かれるんですよね、でそれで僕はやっぱ直さなくていいっていう人についていたんですけども、やっぱ直しなさいっていう方の人も意見を聞かないと、やっぱり球団批判というか球団、まあ、そういう大人の事情がありますよね、そういう。ちなみに誰だったの。それは言えない、それは言えないでしょ。それはもういろんなところで聞かれるけども、そこは当時の調べてもらえば分かるけど、そういう人たちが OB の人もコーチの人もいろんな人がいるんで、横から投げろ、アンダースローかって言われたんですよ。でキャンプの時に、秋のキャンプ、1年目終わってから秋行くじゃん、直すし、そうやってやりなさいと。で、オカジってやっぱね、打点が高いの、まあこうね、俺なんかはやっぱり背小さいし、ちょっとスリークォーター気味で投げていくんだけど、オカジの場合は打点がこう高いのね、肘の位置が高くて、だからすごく角度があるね、カーブがめちゃくちゃ良かったから、カーブが横から投げれないじゃないですか、だから直さなくてもいいっていう人は、あのカーブが投げれなくなるから、それはやめてくれっていうふうに言ってたんですよ。だから今でいうナックルカーブみたいなカーブをね、その当時から投げててね、もう高校から俺知ってたから、高校の時からあのカーブをおかしい投げてたもんね。カーブしかなかったね。そうだから、あのカーブはすげえなっていうところで、いや本当ね、良かったねっていう、あの投げ方直さないで良かったねってね、直してたらもう長くはできなかったと思うんですね。8番バッターで初球アウトコースのアウトロー、本当ボールになるかなっていうところの宇宙観、めちゃくちゃホームラン打たれたで、空振りしないのよ、タイミングがすげえ合うんだろうね、もう来た瞬間カーンって全部ホームラン、俺がでも打ち損じてって投げたら本当打ち損じくんないんじゃないあいつね。